こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日は風が強いですね。なんだか寒い日が続いていますけれども、受験生の皆さん、体調壊さずに、喉からくる風なんかにやられてしまうと乾燥してますので、ひどい目に遭いますので、しっかり体調管理をして、この受験シーズン乗り越えていただければなと思います。で、びっくりするニュースが入ってきたので、私の見え方というのを今日はお話ししていこうと思います。とうとう始まったのかなというところで、大学のディスカウント始まったというところのお話です。北里大学、有名どころ、医療系では有名どころの大学だとは思うんですけれども、その中の新潟キャンパス、学生数が集まらないんだろうなというきっと予想、私はそういうふうに見ているんですけれども、こんな話が出てきています。2024年度の新入生全員ですので、もうすでに進学を決めている方も含めて、初年度の入学金と、初年度時の、学費相当を、全額給付ということになります。看護学科で180万円、医療検査学科、ですので医療検査技師ですかになるコースですと170万円全額給付ということになります。で、全員に全額ですから、要は1年分タダで勉強させてあげるからぜひ来てねという話だと思います。で、追加入試実施決定ということで、まだこれからも実施入試を行うよということです。で、二次募集ということにはなっていて、追加ということになっているんですけれども、総合型選抜もこれからまだやるようです。で、一般選抜は、後期分ということでまだ、日程が待っていて、で、総合型選抜の三次募集もやりますよということになっているので、今年受験する高校3年生の方々が、全然集まらなくて、とうとうディスカウントが始まったのかなというところです。で、これが学費ですけれども、看護学部だけとりあえず引っ張ってきました。1年生でどのぐらいお金がかかるのというところですけれども、年額で全納すると、190万円ですか、というお金がかかります。で、それを、ほぼ全額ですよね。先ほどのですと180万円って書いてありましたので、10万円が多分なんとか費というところで別立てになっているんだと思うんですけれども、その全額を、給付するからとは言っても、一度は納めて後から返ってくるっていう形らしいんですけれども、ご興味のある方は、北里大学のホームページ見ていただければと思うんですけれども、これって どうもこの大学ディスカウントの、第1号になるんじゃないのかな、でこれからどんどん増えていくんじゃないのかなという形で私には見えています。例え話ということで、身近なところで例えると飲食業ですね。ラーメン屋さんですとかパン屋さんですとか、といったところ、街のお店をイメージしていただければと思うんですけれども、お客さんはそのラーメン屋さんパン屋さん何で選ぶかなというところですけれども、人気で選んで、食べログですとか、近所の口コミですとか、友達が美味しいって言ってたようですとか、そんな形で人気で選んで、でお店は、売上金額、今日はいくら売れた、今月はいくら売り上げたということで、お店同士が競争し、で、味は二の次3の次になってやしないかなという気がしています。というのも、お客さんも、食べてよっぽど美味しくなければ二度と行かないということになるんでしょうけれども、食べて本当に美味しいからまたあの店行きたいねというよりは、食べログ等々、友達の口コミ等々で、あそこ美味しかったよ、あそこすごく雰囲気良かったよ、映えるよ、インスタで、載ってたよという形で人気で足を運ぶ、そういう世の中に今なってるんじゃないのかなというふうに感じています。で、それが大学で、いうところの、高校生はブランドで選び、これは偏差値も含みます。偏差値が高いということは人気が高い大学だよねということで、ブランドで選んで、で大学側は入学生の数で競争し、でそこで負けていくと、先ほどの、新潟キャンパスのこれですね、全額給付をしてでも何としてでも、売上確保しなきゃねということになっているんだろうなというところで、学問は二の次三の次になってやしないのかなという気がします。で、ちょうど私も先日ですね、看護師さんになる、コースの話しましたけれども、看護師さんになるということだけを考えるのであれば、自宅から
から通える近所に一番近い専門学校、看護学校に行けば済む話だよね。じゃあ遠くまで行って、さらに言うには、専門学校ではなくて、4年生の大学に通って、で、そちらで、同じ看護師の資格を取るということであれば、じゃあプラスアルファ、何がどういう経験が積めるの、どういう資格が持てるの、どういう将来が、に違いが出てくるのというところをアピールしきれないと、行く意味ってないよねということになってくるんだと思います。で、そういうところで、志のある方が看護師さん等々を目指すということになるかと思うので、その志に合うような形に、その志を実現するのにふさわしい大学、専門学校ということにならないとなかなか選ばれてこない。北里大学という名前だけでは選ばれないよねということになってきてるんじゃないのかなというふうに思います。で、特に新潟キャンパスというところが、ネックになっている、経営的にはネックになっているのかな、人が集めにくいのかなというところはありますけれども、これが、とんでもなく夢のある教育をしてくれて、とても夢のある将来設計ができるような、大学になっているとすれば、仮に新潟キャンパスであったとしても、学生を集めることはできると思うんですけれども、そこが、きっと足りてないんだろうな。で、逆の例で言うと、国際教養大学ですか、秋田の山奥にありますけれども、偏差値的にも高いですし、人気を集めているというのと比較してしまうと、なかなかそれだけが原因じゃないよねということになってくるんじゃないのかなというふうに見えています。で、大学側の話を考えてみると、F ランよりももしかしたら危ないよねと思っているのが中堅よりもちょっと下の大学なんじゃないのかなというふうに思っていて、で、というのは F ランはですね、もうすでに、エージェント等を使って海外留学生を、大量に入学させて、それで食べているような状況が見えますので、そちらは、そんなに急に悪くなるということはないんじゃない、経営的に悪くなるということはないんじゃないのかなというふうに思っています。そのエージェントを使って海外から留学生を入れることの是非は、脇を浮かせてものを言っています。で、中堅どころですね、こちらがなかなか厳しい状況で、国内の高校生に選ばれない大学になってしまうと、もう一気に終わりを迎えてしまう、何か手を打たないとということで、こちらの 25% オフに近いですよね。4年生の大学の1年分ただですから、2割5分引きの1年間全額給付ということをやってでも、生徒を集めないと経営的に成り立たなくなっていくんじゃないのかなというふうに思っています。で、来年以降受験する方へということで、今年の受験で、急にですね、この全額給付があったからといって、北里大学を目指して受けてみようかなという方、あまり多くないんじゃないのかなというふうに私は勝手に想像していますけれども、来年以降受験する方へということで、ぜひこちらを、気をつけていただければなと思っています。ご自分がですね、大学に求めるものを、これをしっかり明確に考えていただいて、で、どれを、ご自分の、求めるものにするかによって、だいぶ大学の序列というか、自分にとっての序列、志望する動機というのは変わってくるかと思います。よく言われるところではブランドですとか環境立地、都内の大学がいいようですとか、そういったこともあるかと思います。あるいは設備、取れる資格、そこで学べる学問、であとは卒業後の就職というのもあるかと思いますので、この辺のどこに一番、自分の求めるものなのかというところをはっきりさせて、でその上で、人それぞれ求めるものが違いますので、ただ一辺倒にブランドが高いからということで選んでみて、というよりはご自分の求めるものをしっかり見つけてですね、そこから選んでいただいた方がよろしいんじゃないのかなというふうに思っています。で、もし求めるものの序列の中で、2番目に来るのか3番目に来るのかわからないですけれども、その中にこういった形のディスカウント系の大学があれば、ラッキーという形で滑り止めの大学として使うのは、十分これから、お得に大学進学ということができるんじゃないのかなというふうに思っています。
で、まあこれは余談ですけれども、全額給付で、180万円支給ということなんですけれども、埼玉県内の学生さんにとってはどうなのかなというところで、新幹線で通って片道1時間ぐらいで、熊谷から1時間弱ぐらいですか、大宮からだと1時間ちょっとぐらいですかというところですので、まあ北部に住んでいて、本庄にも今、新幹線止まるのがたまにあるようですけれども、あの辺から乗れれば通うのにそんなに苦にはならないよねというところなんですが、新幹線の定期を調べてみたら、大宮から乗っても熊谷から乗っても、約1ヶ月約10万円ぐらいの交通費、通学する費用ということになりますので、そうすると、この新潟キャンパスのそばに一人暮らしをするのと、定期券代を払うのとまあまあ同じぐらいということになるので、この180万円っていうのが安いのか高いのかよくわからない数字になってくるかと思います。当然、定期代あるいは一人暮らし代は、4年分かかってくる。で、全額給付は1年分ということになってくるので、そうするとなんだか最初おいしそうな話に見えて、よくよく考えるとまあどうなんだろうねという金額になってしまいますので、そうすると、まあ、この手、ですね、急に思い立ったように出てきたこの、全額給付という北里大学の、キャンペーンみたいな話ですけれども、まあまあそうそうこれにつられて、集まってくる学生さんっていうのはいないんじゃないのかなというふうに、まあ、地元に住んでいて、通えるというのであれば、別なんでしょうけれども、まあ、新潟の、特に南魚沼市ですか、群馬寄りですよね。ですので、新潟はどちらかというと沿岸部の方が、大都市というか都市が多いと思いますので、新潟側から見ても山奥、関東側から見ると山奥どころか山を越えて関越トンネルの向こうということになりますので、だいぶ人はなかなか集まらないんじゃないのかなと私は想像しています。もしご興味がある方いらっしゃったらですね、まあホームページ見るだけはただですので、ぜひ見ていただいて、まだ間に合うということであって滑り止めで抑えておこうかな、まあ合格してから行くか行かないかは考えようかなという形でもよろしいんじゃないのかなというふうに思っています。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。